ディープミスト、オーリンソード、ソウルか。こんにちは、ペケちゃんです。稲妻イレブン号ギャラクシーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はちょっとすごいチームと対戦していきます。ということで今回やっていくチームはこちら。はい、エルゴーヒーローズ、つまりレベル5ヒーローズでございます。はい、レベル5のヒーローが集まったチームということで。はい。これちょっと熱くないですか？はい。レイトン教授。そして妖怪ウォッチのケータフミちゃん。で、ダンボール戦記からバン・アラタヒロと。そういうすごいチームです。レベル5のオールスターチームと今回は対戦していきたいと思います。なんかフォーメーションすっげー攻撃的ですけども。はい。まあ、ディフェンダーはレイトン。はい。あ、ブロック技2つにヘブンズテイム持ってます。で、一番弟子のルーク。で、妖怪ウォッチからはフミちゃんとケータ。で、ダンボール戦記から3人の、バン、アラタ、ヒロと。あ、これなんかベンチにもいますね。ベンチにも。あ、このレミっていう。なんか、いない以外からやってきたキャラクターだから一人だけベンチにぶち込まれてるのがかわいそうなんですけども。はい、まあこういうすごい、もうこれ全レベル99なんですけども、ものすごいチームと今回は対戦していきたいと思います。レベル5オールスターだからね。ちょっと本当に熱いチームだと思うんですけども、早速やっていけたらなと思っております。ということで試合開始でいきましょう。この選手たちが、まあ、レベル5の他のキャラクターたちがどういう技を持ってるのかっていうか、結構俺、結構すごい子だと思うのよ。だから、結構相手にも今回は技を打たせていきたいなという、そういう意向があります、俺の中では。ただ、勝つことも目標という感じでね、やっていきましょうか。とりあえず白竜。トリマ白竜。トリマ白竜ね。グレイトいきましょう。ま、相手の技を見ていくと言っても、ま、点は取らせてもらいます。点は取らせてもらいます。ホワイトブレス行きましょう。うん、4700か。どうでしょうか。まあ、4700なら大丈夫だと思うけどね。まあ、多分、2500ぐらいじゃない？あ、2600。結構出ましたけども、まあ、属性勝ってるんで。しかも、シャイニングドラゴン強いからさ。まあ、これぐらいでは止まらないと。白竜は。これぐらいじゃ白竜は止まりません。オッケーです。てか、相手のゴールキーパー、遠藤のパターンがめっちゃ多いです、最近。めちゃめちゃ遠藤が多いです、最近。おっと、ミスっていくスタイル。ミスっていくスタイルです。これ誰？この金髪の、これ。え、誰ですか、これ。なんか謎のキャラクターがいますね。え、俺こんなキャラクターいなかった。誰これ。ケータ。ケータって、なんか、すっごい、なんか特徴もない普通の人間っていう感じじゃないですか。これ金髪にしたらさ、これグレてる少年なんだよな。グレてるんだよな、金髪とか。あー、くそ。めちゃめちゃ強いっていうね、しかもね。これ、ちょっと行きましょうか。レイトン、レイトン。レイトンなんかできないかな、レイトンは。これ多分ケータ止められるんだろうな。うわ、ケータ強いわ。ケータめちゃめちゃ強い。で、オーラ発動。これ、ケータが使うのか？ソウルか。なんか、なんのソウルだっけ、今の。クマみたいなソウルを使ってきました。おっと、きなこが、やばい、これ、天馬。なんか、天馬にしろ、ケータにしろ、なんか、髪が明るくなりすぎや。将来はげるで、それは。俺、将来はげるで、それ。スカイウォークします。うわ、強い。待って、強いぞ、こいつら。こいつはちょっと、シャレになんない。シャレになんないですね、こいつら。ラフラム行きましょう。5円でもこれ強いのか？ああ、よかったよかった。あ、でも、通常状態で500ある。ちょっとこれ、今、なんかラフラムさ、いつもさ、これ、ファールになるの超うざいんだけど。わ、まずい。危な。ああ、完全に逆疲れました、今。ラフラム行きましょう、もう一回。オッケー。オッケーオッケー。さすが。さすがキリノ。うわー、でも800出てるわ。これ波の技じゃ止めれないですね。うん。なかなか強い相手だ。ちょっと待って、これ。レイトン来た。突破したらどうせ、突破したらどうせ、シャイニングドラゴンのもう一回打てなくなるから、これアームドでかわすのがいいと思います。アームドでかわそう。かわせるか？アームドしてかわす。いけるか？うわ、ダメか！あ、ちょ、あいつ強いぞ。あいつ強いぞ。レイトンちょっと、何のタクティクスだ？キーパーからいきなり？
グランドラスト。うわ、なんとしてもこれボール取らないと。なんとしてもボール取らないと、これは。天魔から始まると。もうここでボール奪い。あー、ここでオーラ発動。これペガサスアークか。あー、ソウル来るか。ソウルのペガサスが来ました。やばいやばいやばい。これしっかりと、まずい。パス回しが。まずい。いやー、これどうだ。あ、こっちボール奪ってんのね、こっち。まあ待って。てっきりさ、てっきりこれさ、どっかでさ、なんかこれパス繋がってんのかと思った。これまずいね。かわせないだろ、キリノ。そうなるよな。こっちもタクティクス使います、こっちも。タクティクスにはタクティクスで反撃。ボックスオフディフェンス。もう一回グランドラスター。まあまあまあ、まあまあ、相手陣地に戻るから。相手陣地に戻るから。実質これもディフェンス。もう一回パスを繋げないように、しっかりと。はい、剣から始まります。おっと、グランドラスターしていきなりロングシュート。これはバカなんじゃないでしょうか。これはバカなんじゃないでしょうか。ただ5ターン飛び一応しておきましょう。バイシクルソード Z。あ、1300出てんのね。強いな。ただシュートブロックで、どうにか、いや、チェインが入った。何のチェインだこれ。マッハウィンド。1700、上がりました。また入る。ちょっと待って。結構チェインが入るぞ。オーディンソード。チェインが入って、2600、あ、1000もプラスされた。まずい。あ、ここでシュートブロックやると入る。そうですね。嵐たつまき背景やりましょう。あ、しまったって。しまったはいらんわ。もちもちキラコーチ。どんだけ入るこれ。パワーダウン。どんだけ？うわ、400しか入んない。シュートブロックもう一回行きましょう。チェインとシュートブロックが多すぎる。もう一度キラコーチ、もう一回行きましょう。止まるか？あっ、止まった！つれえ！ 2000 の威力の差を止めました。超強い。超強いわ、あいつ。これちょっと、ウォーターホールで行きましょう。うわ、強いわ！普通のドリブルでこれぐらいあるもんな。待って、ダロングシュートだ、これ。これ、新た何で来る？ゴッド&ブイ。新た何で来る？シェルビットワースト。1600出てる。アームどうしてないのに。強いぞ。ゴッド&ブイで、しかしながら。しっかりと止めていきます。オッケー。うん。やっぱ、遠藤の安心感。皆さんに伝えたいのは、遠藤の安心感ですね。もう、遠藤がいるといないとで大違いすぎる。あ、これ、キナゴ買わせるか？スカイウォーク。ダメか！レイトン強い！お前、もうブロッカーズをする必要もないというぐらいの強さ。また？また来ました。まあ、ゴッド&ブイしかないよね。これ、バイシクルソードだよね、これは。なんか、ロングシュートで TP を削ろうという作戦？これ。ちょっとやばいね。ちょっとやばいですね、こいつら。戦略も持ってる。まあ、ただエンドなんですけど、ちょっとこれ怖いから、エンド決心発動しましょうか。ちょっと怖いわ、これ。このままだとエンド生身になっちゃうから。怖い怖い怖い。オッケー。しっかりとエンド発動して、まあ、これで前半は終わりじゃないでしょうか。ここで、あ、よし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 。うまっ。白竜で先制できたのでかい。ただ、コマンドバトルほとんど負けてんな、これ。ほとんど負けてんな。ちょっと、強いぞ、かなり。かなり強い相手です。なんか今までさ、相手の技を見ようとかっていう余裕があったんだけども、この相手ちょっと余裕がなさすぎますね。かなり、一人一人の能力が高い。おっと、パス回しもしかもうまい。またロングシュート？これブロック入れたいね。グレートザハンド。ケイタのロングシュートです。ダブルショット！失敗してるわ。失敗してるわ。ただ、チェイン入るよな。あ、ブロック入っていく。どうだ、これ。あー、なんか失敗したらな。まあ、でも、ホワイトハリケーン。あ、勝った、勝った、勝った。あ、カウンターシュート。行きましょう。さあ、ホワイトハリケーンでカウンターしていく。2600出てます。どうだろう。いや、でも、ロング技じゃねえからな。シュートブロック？レイトン、これ。ディープミスト！
ハンサムすぎんか、その技。ハンサムすぎんか。あ、クリティカル。クリティカルせこいわ。多分普通に言ったら今さ、パンチングだからギリギリだった気がするけどな。かわせるか、これ。ルーク。いやー、強えわ。うわ、今普通のブロックで1000あったんだけど。しかもまたロングシュート。またロングシュート来るぞ、これ。ちょっとロングシュートが多すぎる。待て。ならばもう一回弾き返すのみだろう。グレートサンド。皇帝ペンギン7。ちょっと、こいつ強ない？ディフェンダーなのにシュート強ない？ 1800 出てます。シュートチェーン入った。マッハウィンドか。ただこっちにはまず一人目行きましょう。ディープミスト、新切り。まあ、多分止まりはしないんだけど、まあ500軽減。またチェーン来る。またチェーン来ます。オーディソード。待って、これでさ、1000ぐらい増えるよな。やばい、2700。ただ、いますよ、きな粉がこっちには。もちもちきな粉持ち。これめっちゃ止めるから。めっちゃ止めるから。あー、でも、さすがにパワーダウンか。まだチェーンが入る。ファイアートルネード。多分それはそんなに入んない。あー、でも、600入るわ。いや、でも、どうだろうな、これシュートブロック。いや、キリアは TP あるから、使う。キリアはまだ使える。こっちのキリノはちょっとやばいかもしんない。そうだね、ここでちょっと使うと、今後攻められた時ちょっと怖いから、まあ、グレートザハンドルあとは止めれると思う。あとはね。あー危ないよ。やっぱシュートブロックしてなかったらこれ、間違いなく決められていた。よかった。戦略勝ち。これ誰？これ誰？待って、これ誰だ？こいつ誰？ふみちゃん、で、妖怪ウォッチ組さ、グレすぎちゃう、ちょっと。火山ドライブで。かわせるか？ダメだ！強い！強いよー！妖怪ウォッチ強い！妖怪強いです。ただ、こっちも、負けてやれません。多分、遠藤はね、そこまで強くないと思うんだよ。なので、ペンドラゴン使います、今回は。アクロース。ペンドラゴン行きましょう。ペンドラゴンゼロ式。では、いきますよ。ソウルブリンガー。多分消し技だから結構な威力出ると。そうだよね、2700。どうだろう、いける気がするけどな。いける気がするけどな。これどうかな。アームとか分かんねえぞ。これ分かんねえぞ。ゴッドンダブル。結構多分これはパワー出るはず。ちょっとギリギリきついか。ああ、よし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 、ギリ破っていく。オッケー。シュートまで行けばなんとかいけんな。シュートまで行けばなんとかなる。ただシュートまで行くのにめちゃめちゃ時間がかかるっていう。それがありますね、今回ね。さあ。これ新たですね。これが番かな？山の番かな？またロング来るか。新た。あべ、あぶ。オッケーオッケー。待て。今やらかしたわ。あ、これが新たか。え、バンどれ？もうわかんない。髪の色が違いすぎてわかんないわ。グレーザーハンド。シェルビットマスト。1600。あ、大丈夫。1600なら大丈夫。大丈夫です。1600だろ。エンド強いんで。強いわ、2900。これがエンドですよ、皆さん。うちの守護神。おい、閉まるな。お、待て。もうなんかね、閉まっちゃうからさ、こいつら閉まっちゃうからさ、なんか、すぐに閉まっちゃうから。左サイドに4人いる。これはこっちですね。おー、また閉まる。待て。これ奪えるか、ここで。奪えるか、ハンターズネット。ダメだ。レイトンが上手すぎる。まあ、俺のプレイヤースキルがなかなか下手っていうのもあるんだけど、こいつはすぐ閉まっちゃうからな。オッケー。3点目。とりあえず、A ランクはクリアしよう。A ランクは。ソウルブリンガーで。3点目取りましょう。オッケーオッケー。まあ、アクロス強えな。ゴッタンダブル。ああ！もうそれは止めれんわ。あ、それはね、決めれんわ。4200出されたらきついです。
さすがの俺っちもきつい。それは4000出されたら無理だわ。うわやばいな。これしかもここでケータが来るでしょ。かわせるかこのハランデブ。ダメなんだよ、ダメなんだよ。ケータがいるんだよここに。おっと、なんのロングシュート。これはケータがまたやってきますね。これしかもこれなかなかブロックがいねえぞ。ちょっと怖いね、ブロックがなかなかいない。グレーツアンド、あダブルショットか。ダブルショット、あでも、あ失敗してるわ。お前なんかに失敗するの2回目な気がする。シュートチェーン入ります。オーディソード、ただここでパワーが1000ぐらい増えるんだよ。そうそうそう、このオーディソードのチェーン超強い。ただここでシュートブロック1回目、ディープイースト止めれねえかな。あーまあ1000になる。ただここでゴエンジが入る、ゴエンジが入る。ここでファイアートルネードが入っていく。チェーンで600増える。ただここにキリノがいます。ラフラム使いましょうか。止まるか、パワーダウンか。ただ最後の砦で遠藤がいます。では遠藤グレートザハンドしましょう。やっぱこの技強いわ。うん、遠藤の安心感パない。はい、あもう終わったわ。あもう終わった、もう終わった。なんか知らん間に試合が終わってました。知らん間に試合が終わってた。さあアイテムもらえるかな、アイテム。お、究極進化の書もらいました。はい、ということでまあはい、レベル5ヒーローズ、まあ非常にいいチームだったんじゃないかなと思います。はい、またなんか他のレベル5のゲームとかもやれたらいいなと思ってるんでね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。じゃあねー。